アラブサラダ、またはアラブ風サラダはアラブ料理の一部をなすサラダの一種である。多くの異なる野菜とスパイスを組み合わせ、しばしば前菜の一部として供される。アラブのサラダにはアルジェリアのアルジェリアンサラダや黒いオリーブとオレンジのサラダ、チュニジアの唐辛子、トマト、ニンニク、玉ねぎの焼き野菜と上に乗せるオリーブとツナから作られるサラータマシューイーや シリアやレバノンのアーティーチョークサラダとビーツサラダ、パレスチナとヨルダンからはアボカドサラダなどがある。その他アラブ県中で食べられている人気のあるサラダとしてはファットゥーシュやタップーレがある。タップーレはバクドゥーニスとトマト、玉ねぎ、ミントの葉をみじん切りにして、そこへブルグルを混ぜオリーブ油、レモン果汁、塩コショウで味をつける。バクドゥーニスは葉も使う。 ハスと呼ばれる。細長くて、しっかりしたレタスをスプーン代わりにして食べることもある。なお黒木によれば、アラックと大変よく合う。ウーマンズデイ市に、掲載のアーラブサラダのレシピは、サイの目切りのトマト、キュウリ、玉ねぎからなっているしばしば、バクドゥーニスと絞りたてのレモン果汁に、オリーブオイルと混ぜられる。アラブサラダは、レタスは使わない。玉ねぎ以外の野菜はどれも皮を剥かない。 そしてアラブサラダは作りたてが出されるべきである。その他のバリエーションとしては揚げたピタパンのかけらか、スマックをレモンとオリーブオイルのドレッシングに混ぜるものがある。パレスチナ人の間ではサラータバンデューラとしても知られている。米料理に添えて出すのが人気である。中東における類人のサラダとしてはイラン料理のサラードシーラージーやトルコのチョバンサラタスがある。食ポータル。 ありがとうございます。